ランチ、ランラン気分になるランチ情報をお伝えします。さあ今回のテーマいきましょう。こちらです。はい、ひつまぶしでいただくのと牛です。今回ご紹介するのは金沢市東山のと牛ひつまぶし店門前です。のと牛をなんと珍しいひつまぶしでいただけるお店なんですが、その美味しさを紐解いていくと能登の恵みがたくさんということで、今回はじゃん、自分でこのような絵を描いてきました。すごろく地図です、うん、そう地図です。で今回はこのガイドをたどりながらですね、能登が詰まった一膳を紹介していこうと思います。それでは行きましょう。ランランランチを召し上がれ。やってきたのは金沢市東山浅野川大橋近くに去年11月にオープンした能登牛ひつまぶし店門前です。上品で和のテイストが特徴、観光客も多く訪れるお店です。そんな風情あるお店で楽しめるのが、早速行きますよ、オープン。うわーすごい、あっかっこ牛、焼肉、そうそう豪華ですよ。枚数数えちゃう。のと牛だけじゃなくて薬味とかあとお出汁もあって、ひつまぶしでいただくっていうのは珍しいですね、うん、ありがとうございます。専門店でやらせていただいております。おーすごい。 お店ではのと牛ひつまぶし、このメニュー1本で勝負、うん、味わい方はシンプルに塩をつけて薬味を加えて最後にお出汁をかけて楽しむなど様々。さらにその美味しさに迫ると能登を旅している気分になれる秘密が隠されていました。ほうほうほう。今回その旅に連れて行ってくれる人の一人、料理長の竹内さんです。この道およそ30年、長年腕を磨いてきたベテランです。焼き方のこだわりとかってどんなところですか？表面が硬くならないように気をつけてます。レアになるようにっていうのを心がけてます、ね、では旅を進めていきましょう。たどり着いたのは炭、うん、こちらは珠洲市の山奥で作られ、能登牛の炭火焼きにぴったりだといいます、うん、瞬間的に焼いてくれ、能登牛の旨味を閉じ込めます。このようにじんわりと仕上げていくんですよ。今お肉なんて言ってました？まだだねって言ってますなるほどね。さて旅は塩田へ。能登の揚げ浜式製塩法で作られる浜塩で初めの一杯いただきましょう、うん、うーん、キュンとする美味しさ。まず能登牛の旨味と脂身ですね。その通りです。能登牛のコクですね、脂に味があるというところがですね、能登牛の良さだと思います。いやー、滴ってますね。後から浜塩のこの塩っ気、塩味が効いてきますよね。それがね、こうだんだん甘みに変わってくるんですよ、能登牛の脂と合わさると。続いては薬味と行きたいところですが、能登をちょっと飛び出して金沢市大野へ、うん、3種類の大和醤油を使った合わせ醤油です。今度は合わせ醤油でいただきます。うん、うん、お肉の旨味さらに主張してきましたよ。お醤油で日本人好みの味になってますね。食べやすい甘みの強いお醤油と、あとお肉との組み合わせで全体としての甘さもアップしてる感じがします。このひつまぶしで石川全体をこう楽しんでいただきたいなという思いから、大和醤油を使わせていただいてます。薬味もいろいろありますけど、右側から小ネギ、みょうが、うん、奥にある黒いのが海苔三つ葉で、左側がわさびでございます。店長のおすすめなんですか？おすすめですか？私はわさびが好きです。わさびね。わさびですか？じゃあわさびと一緒にいただきましょう。うん、これ好きです
ツンとくるのかと思ったらそうじゃないんですよね。はい、油がねコーティングしてくれるので香りのいいところだけこうふわっとくるようなイメージでしょうか、うん、これぜひ試してほしい。いや本当に試していただいて、うん、ちょっとわさびの良さを知ってもらえたら嬉しいですね。はい、あれわさびの宣伝みたいになってますね。そうですね、このわさびと野党氏の句の組み合わせ抜群でしたね。ありがとうございます、よかったです。いやびっくり。ひつまぶしを味わう野党旅もいよいよゴール、うん、最後にお待ちかねお出汁といただきましょう。野党氏の味を引き立ててくれるかつお出汁です。うん、おいしゅうございます。いいですね、かつおだしがこうふわっとスーッと香るんですよね。ご飯とお肉がだしをよーく吸っていて、お肉とかも歯いらないぐらい、それぐらい柔らかくなります。こんなに味わい変わるんですね、いろんな食べ方で。とっても特別感の味わえる野党氏ひつまぶしでした。去年オープンしたばかりですけど、これからのお店の目標ありますか？金沢といえば、まあ、海鮮のイメージが強いと思いますけれども、金沢来た時に野党氏ひつまぶしだと言ってもらえるようにやっていきたいと思います。はい、地元の皆さんにもぜひ来ていただきたいようなお店です。はい、豪華な野党氏ひつまぶしでございました。いかがでしたか？うん、まあ、ひつまぶし1本っていうことを言ってましたけど、ひつまぶしですからね、4つの食べ方があるんですかね、いろんな食べ方楽しめるのでいいですよね、本当にね。そうですよね。でひつまぶしっていうとうなぎのイメージがあるかなって思うんですけど、うん、本当に開けてびっくり、新しい野党氏の味わい方を発見できたなって思いました。エリさんいかがでした？いや本当今おっしゃったように、開けて あれだけの枚数のお肉が入ってるっていうことに驚きなのと薬味がたくさんあることを忘れて進んでしまいそうですよね。美味しくて、まあ、焼き加減も見ててもあんな鈴の炭とかあるんだとか知らなかったこともいっぱいですので、うん、やっぱちょっとなんかこう能登石川をこうギュッと詰め込んだひつまぶし食べてみたいなと思いました。そうですね、塩やお醤油どれをとっても本当にお肉の美味しさを崩さないっていうのが特徴でした。でこちらが能登市ひつまぶしですね。まずひつまぶしを、お茶碗によそったら塩でいただきましょう。能登の牛とこの塩相性がとってもいいんですよ。お肉がより甘く感じました。そして合わせ醤油を少し垂らして、3種類の大和醤油使われていました。3杯目はお好みの薬味を添えて、わさびがちょっぴり苦手な私でも美味しくいただけましたよ。で最後はだしをたっぷりと注いで、本当にラスト一口まで美味しくいただけるひつまぶしでした。ではお店の情報です。野党氏ひつまぶし店門前は金沢市東山浅野川大橋のすぐ近くにあります。駐車場はありませんので近くのコインパーキングをご利用ください。定休日は水曜日です。以上ランランランチでした。